園田出は、日本の陸上競技選手。専門種目は長距離走、マラソン。主な実績に、2015年熊本城マラソン優勝。2016年、福岡国際マラソン4位。2018年、別府大分毎日マラソン2位。2018年、アジア競技大会4位など。熊本県阿蘇郡西原村出身。丸刈りの髪型がトレードマークである。 2002年3月西原村立三世小学校2005年3月西原村立西原中学校2008年3月熊本国府高等学校2012年3月上部大学を卒業2012年4月黒崎春馬入社陸上競技部所属熊本国府高校在学時代は特に目立った実績を残せなかったが上部大学進学後は 1996年、アトランタオリンピック2000年シドニーオリンピック、日本男子長距離総代表の花田勝彦監督から指導を受け、箱根駅伝競争へ過去2度出走。3年時の第87回箱根駅伝は、山登りの5区、区間14位、4年時の第88回箱根駅伝も5区、区間13位の成績だった。大学卒業後は、 実業団の黒崎春馬に入社、同陸上部に入部。それから間もなくは長距離層のトラックレース出場や、駅伝の主要メンバー等として活動。2014年3月の美和子毎日マラソンで、初マラソンに挑戦したが、2時間20分台の46位に止まっている。2015年2月の熊本城マラソンでは、男子の部で2時間18分00秒の記録で、 マラソン初優勝。世界陸上ロンドン大会男子マラソン選考会を兼ねた2016年12月の福岡国際マラソンは一般参加選手でのエントリーながらレース中盤あたりまで優勝争いの集団に加わった。その後日本人トップで総合3位の公務員ランナー川内裕樹のロングスパートには遅れを取ったが、 それまでの自己記録を7分縮める2時間10分台で日本人2位、総合4位と検討した。2017年3月のビワコ毎日マラソンにも出走したが 25km 以降ペースダウンし2時間11分台の日本人4位、総合7位に終わり、自身初の世界陸上選手権日本代表入りは果たせなかった。2018年2月の別府大分毎日マラソンに 国内招待では持ち、タイムトップの選手として出場。30km 付近まで先頭集団についていき、ペースメーカーが外れてから、園田自ら積極的に集団から飛び出した。レース終盤では、デスモンド目五部に追いつかれてからは、激しいレッドヒートとなり、最後は、ゴール地点、大分市営陸上競技場のトラック勝負にもつれ込んだが、惜しくも3秒の僅差で敗れ2位だった。 それでも自身マラソンで初めてのサブ点をマークし、マラソングランドチャンピオンシップへの出場権を獲得した。さらに、同年8月開催のジャカルタアジア競技、大会男子マラソン種目へ井上博人と日本代表に抜擢された。2018年8月のジャカルタアジア大会、男子マラソン本番では、レース序盤から優勝争いの集団に加わる。 30km 付近から園田自ら先頭に立ち、積極的にロングスパートを仕掛けたが、38km 付近で同大会優勝、金メダリストとなった井上博人らの引き離しについていけず脱落。その後は、田沼嗣と3位を争ったものの、終盤でスローダウンし、田沼嗣とは16秒差の4位に終わり、同メダル獲得もならなかった。 2019年7月の釧路出現マラソン、男子3 0トルの部にゲスト招待選手として出走。プロランナー、川内祐希と合法からデッドヒートとなったが、結果トップの川内とは38秒差遅れの1時間38分20秒でゴール。2019年9月のマラソングランドチャンピオンシップに出走したが、レース前半から、 優勝争いにほとんど加わることはできないまま、2時間21分台の総合26位に終わった。2020年3月、東京マラソン2020へ出場したが、2時間18分台の総合79位と惨敗だった。ありがとうございます。